目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日使いたいのはこのジュカインというポケモンです。ジュカインかっこよくて好きなんで、使っていきたいんだけど、今回使うのはこらえるガムシャラを搭載した、外薬型で、こいつは特性が軽技で持ち物を消費すると素早さが倍になるんですよ。ってことで、コライルを使ってヤタピの実を消費して、で軽技を起動させて上からガムシャラを叩き込んで HP1 にしていくっていう、害悪な戦い方をしていこうかなと思っていて、でこいつどれぐらい素早さが速いかというと、ダイジェット荷積みしたエース盤より上を取れるんですよ。だから、ダイジェット1積みされたエース盤にも後投げしてでこらえてガムシャラ で HP1 にできるっていうところが強みかなと思っています。で、こいつと組ませるのはガムシャラで HP1 にした後、先制技マリルリのアクアジェットでしばいてもいいし、確実に倒せるんで、なんかもうビーストブーストの肥やしにしていくために、こんだけウルトラビーストを搭載してますと、いうことで、基本的にジュカイン先発に投げてで HP1 にしてで、後のポケモンでそいつらを肥やしにして全抜きしていくっていう立ち回りになるのかなと思ってます。対戦行ってみましょう。はい、マッチングしました。チャッキーさん対戦お願いします。ズガドンが相手にもいる。でエレキブル、ガラルなんだったっけ、ガラルナイアラがおって、でラグラージ、エアームド、カメックスっていうなんか変なパーティーだな。んで、ここはですね、だからそこそこジュカインの通りがいいよなこれ。ラグラージに4倍弱点つけるし、カメックスも2倍だし、これラグラージからいって、あでもエアームドから入ってくる気がするんだよな。でエアームドから入ってくるのがマジでめんどくさいから、だからここは、ステルスロックとかを撒いてくるであろうエアームドに対して、なんかこう腹太鼓の積みの起点にできるマリルイから先発ぶちかまして、でこれジュカインはいけるでしょう。そこそこ通りがいいから、ラグラージから入ってくる可能性あるけどね。でそしたらジュカインに交換すればいいだけの話、刺激で落とされはしねえだろ。で、そうなると相手のダイマックス要因っておそらくカメックスになると思うんですよ。だからこれ神剣を連れて行って完成だな。対戦お願いします。おっとラグラージュから来てしまう。でラグラージュって、なんかあくびとか持ってるパターンがあるんで、こう下手に、いやこれさ、でもさマリルリに対して多分ろくな打点ないでしょ。こんなもん腹太鼓積んでもう勝ちだろ。はい、もう勝ったなこれ。対戦ありがとうございました。でこのあくびはもうしょうもないんだけど、これ大フェアリー打って勝ちなんで、勝ちというか大フェアリーでもう何でもできるんで、いやこれ勝ちじゃね。ただ、相手の唯一 のそれを防ぐ方法は相手も大ウォールするなんだけど、なんか大ウォールなんかしてしまった日にはなんかもう火力の差がえぐいから、えぐいというかバリューの差がえぐいんで、ラグラージで大魔キルはさすがにもうおかしい。やってることがあらそうだよね。でこの大フェアリーを A6 段階上昇の大フェアリーをエアームドで半減したからといって受け切れると思ったら大間違いだぞお前マジで。はい、もうねマリルリン対面でもう腹太鼓積ませたらもうおしまい、もう終わりだよ。いやこれ多分いかに耐久性能が高いエアームドといえど、その頑丈だから一撃耐えられるんだけど、でそれでさ頑丈まで行ってないのが気になるところだな。なんでなんだそのね、理由教えろマジで。でこれはただもう羽休めとかではもう到底受けきれない火力が発生しているから、これ普通にダイスと打ちかましていいんじゃない。いやもうこれ相手受けようがないでしょ。おい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 、ジュカインは、ジュカインはどうなってんの。はい、マッチングしました。オーシュン音符 4分の33対戦お願いします。これなんかのキャラっすか、ちょっとよくわかんないんだけど、なんか前もねこのなんか4分の3っていうのが入ってる人、音符4分の3っていうのが入ってる人とマッチングしたことある気がするんだよね。っていうのはいいとして、相手はハレパだね。なんか近頃珍しいハレパが来ていて、でうちがねハレパの通りが悪くないから、おそらく相手はなんかキューコンから来て、でリザが控えて、ほんで、もう一匹みたいな感じで来るんじゃないのかなっていう気がするんですよ。で、だからとりあえずそれに対して耐性がある並びをこう、選出していきたいなと思っていて、でそうなるとも明らかにウツロイドなんですよ。明らかに先発ウツロイドで、これはもう先発ウツロイド出し毒みたいな感じがあって、さらには、これはもうジュカインを連れていかざるを得ない。やばくないですか、ハレパと予想してるのにジュカインを連れていくっていうこの勇気、この勇気を称えてほしい。でこれさ、むしろこれジュカインから行くまであるか、ジュカインから行って、だってどうせ相手キューコンから出してくるんでしょ。でこれ控えウツロイドでいいんだ、ウツロイド全抜きで、そうなると、万が一なんか別のやつが来た時、例えば氷っぽとかが来た時用に、
どうします、なんかアーゴ読んでも適当に連れていっとく、ズガドーン行っとくか、ズガドーン行っと、でもな耐久性能がねえんだよな、ここはこうズガでいきます、対戦お願いします。はい、もう全然違うことが発生していく。でムーンボールに入ってたな、羨ましいぞ。でこれはねですね、ミミッキュに一撃で落とされることはないと思われるんですが、ここでねヤタピの実が起動してしまうのはちょっと美味しくないので、美味しくないけどこれさ、ここで受け出しなんて効かねえじゃん、ウツロイド物理耐久終わってるし、ズガドンは、物理耐久も特殊耐久も終わってるから、なんかとりあえずここは一発目エナジーボールかまして、で相手の動きを一回見ようか。でねこの樹海院の戦法、先制技持ちにめっぽい弱いんですよ。だからまあ影打ちがあるねミミッキュについて、トリックか、うん、しもうえぐいぞこれ、えぐい、えぐい無効化のされ方、ヤタピの実が向こうに行ってしまった。でここは相手何してくるのかな、でもここもちょっとエナジーボールで突っ張らざるを得ないような、受け出しなんて効かないんで、ただこういう起点作り型のミミッキュってな、いやさ高校の尻尾を押し付けた相手に電磁波打ってくるわ、マジで運ゲーだからやめろそれマジで、うん、もうやってることもう おかしすぎるだろ、それはやばくない、絶対やばいよな、高校の尻尾でもう後から動くに決まってるやつに電磁波打ってくるわ、もうなんかまひってくださいと言わんばかりので、これは一撃耐えます、うん、一撃しか耐えなそうか。おいだからな、おいおい、もう これは許さん、もうこれはマジで許さん。ここ多分相手も大魔とかはありえねえから、だからまあ普通にエナボを打たざるを得ないな。おいふざけんなよマジで、この邪悪なミミッキュがよ、びっくりした、俺大魔切ってきたのかと思った。でまあシャドクロで樹海院が、倒れていくんだけど、いや樹海院ごめんな、これはお前は悪くない、樹海院は全く悪くない、相手がマジで邪悪なだけだから。で、これは図画から行くべきだな、図画から行きたくって、相手の影打ち程度だったらこれさ素で一発耐えねえ、相手命の玉とかでもなかったじゃないですか、だから耐えると思うんだよね、思うんだけど、耐えなかった時もうおしまいになってしまうから、ここはもう大魔を切ってシャドボで、大フォロー打ちかましていいかな、多分、耐えるよ、耐え、いや、まあ、いやここ図画の HP 大事にしよう。はい、もうこういう邪悪なミミッキュ、運ゲーを仕掛けてくるクソ野郎のミミッキュに裁きを下さないといけない、樹海に代わってな。さあ多分ここは相手影打ちで切ってくるのではないかなと思う、あれでも影打ちですらない、影打ち持ってないのかな、まあ、トリックとか持ってて技範囲が圧迫されてるから、まあ、持ってないのかもしれませんね、うん、よし聞こえてるか、うん、樹海の地獄からの声が、あ地獄じゃないわ天国からの声が。はい、で相手はリザードンから入ってくるんだけど、リザードンについては素手ズガドンの方が早いんですよ、早いんだけど、まあ、こういう不気味なリザードン、このタイミングでなんかドヤ顔で出てくる、この見てください今のドヤ顔、このドヤ顔で出てくるリザードンがスカーフとか持ってたらクソめんどくせえと思うんだけど、でもこれさ相手のリザードンがこっちのズガドンを止める術って絶対ねえよな、多分こう大ウォールから入ってくると思う、相手相当ズガドンきついだろ、分かった、これやってくること分かった、多分相手ここ大ジェットを一撃、まあ、耐え、一撃はさすがに大魔ごと落としきれるってことはないんで、 C が1段階上がってるとはいえ、うん、まあ、凄まじい火力は出てるが、で多分ここ相手大ジェットで、S を1段階上げて、うわ違うわ、なるほどね、そういうことか、いやでもそれだったらさ、しかもなんか耐えてんだけど、やばくないっすか、うん、姑息な手使うからじゃ、お前もどうせフルアタじゃねえんだろ、あフルアタっぽいな、なんかちゃんと攻めた方っぽいけど、いやこれはもうじゃあもう一生受けきれないよ、うん、リザ今のところで相手の勝ち筋としては、一撃大ジェットを積んで、で次もう一撃、ズガドン上から殴れるようにしとかないといけなかったんですよ、だから今のダイアースで落とせると思ったお前の負けだ、うん、それはもう甘い。はい、ビーストブーストで C が2段階上昇していく、でここで相手がもういかに速いポケモンが来ても、ここでズガドンの、いやそれさなぜキューコンから出してこなかった、もう無駄だろそれ、で結局いやこのハレパンには変わりなかったね、いやこれは何を打ちかますかの、まあ普通にシャドボでいいと思うんだけど、でろくな先制技とかもねえからこれはもう勝ちだな、うん、でも多分ねキューコン気合いの歌好きだと思いますよ、なんかそういう気がする、そういう予感がする、あ違ったわ、うん、二度と自分より遅いやつに
てか高校の尻尾持ってるやつに電磁波なんか打ってくるなよ。いやー、樹海活躍したね。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。崖の上のポニョの僕、宗介くん、対戦よろしくお願いします。これは相手、フェローチェから入ってくるんじゃねえの？で、フェローチェ、あいつなんだっけ？ウォーノラゴン、ウォーノラゴンなんか最近、なんか増えてね。そして、トゲキッス、マリルリが相手にもいて、マッシブーンがいて、カイリュウがいるといった並びなんだけど、そうだね、これは相手フェローチェから入ってくると思われるから、だからこれはね、ジュカインの、守るじゃねえわ、こらえるガムシャラがめちゃくちゃ刺さると思う。で、そこでしっかりと、フェローチェを肥やしにしつつ、全抜きの体勢を整えていくのは誰だ、誰でいく。ただね、フェローチェより速いやつがスカーフ・ズガドーンしかいねえから、だからこれはスカーフ・ズガドーンでなんとか戦っていくっていうような立ち回りになっていくのかな。スカーフ・ズガドーンのビーストブースト発動させていくみたいな感じにしましょうかね。で、そうなると、カイリュウがマジきつい。カイリュウがめっちゃきつくなってくるから、まあ、顎でいけばいいんじゃない？顎でなんとかなんだろう。対戦お願いします。相手は、もう想像とは全く違った通り、ウォーノラゴンを出してくる。これなんか、かなり微妙なところなんだけど、これはね、相手が普通に突っ張って、でももう十中八九ウォーノラゴンなんてこだわりスカーフじゃないですか。で、ジュカインってそんなに耐久高いポケモンじゃないから、半減だとしても、エラ神で突破できると踏んで、エラ神をぶちかましてくる気がするんだよね。だから、ここさ、もうだから、エラ神、これ絶対耐えるんで、もう一撃目からガムシャラかましていいっすか。ほらな、ほら打ってくるだろ。でこれ耐えるんすよ、このように。いや素晴らしいぞ。これでしかもヤタピの、まあヤタピの身ちょっとまんま関係ないけど、でこれでガムシャラで、相手の HP をもうギリギリまで削り取って、でこれでね、軽技が発動してスカーフウォーノラゴンの上をさらに取れるようになったんで、これはもう電光石火とか打つまでもなく、これエナジーボールです。思ったんだけどさ、この方のジュカインって電光石火打つタイミング絶対ないよね、自分より速いポケモンなんてもういないんだから。まあまあまあいいや。いやいいぞこれ、もう初めてうまく決まった、初めて綺麗に決まった。はい、カイリュウが来る。で、ここは相手が神速あたりを打ってくる可能性があるなと思うんですが、どうでしょうかね。まあ別に神速で倒されるんだったら倒されるで別にもういいかなといったところなんで、これはまあガムシャラもう一撃かましていいんじゃない。まあそれか打点なしと見て、なんだ、あーなるほどね、これはダイジェットを積んでくるのか。いやだったらこらえるから入りたかったけど、まあ相手ちょっと竜舞とかのタクもあったから、まあまあここは樹海の仕事としてはかなり十分だろう。でこれはもう海流のもう3倍ぐらいの素早さあるんで今、しかもちょうど3倍じゃねえか。はい、ガムシャラで、てかさ、マルチスケールを無視できるっていうのむちゃくちゃ強くね。いやこれ今回樹海がマジでこれ活躍してる。マルスケをもう無視してあそこまで削り取るっていうのがね、いかにバリューが高いか。で相手の S が上がってしまうんだけど、ここは、S が1段階上がったカイリュウはと顎についてはね、まだ顎の方が早い可能性あると思うんだよね。だからこれは顎から行こう、ワーゴヨンから行ってみましょう。でただ、まあ、ちょっとさ、もし上を取られていて一撃で落とされるなんてことがさすがにないと思うが、あった時のために大ボールから入っとく。てかやっぱりこういう時ちゃんとその余裕を持ったタクをできるように、そのなんか素早さの実数値とかを全部覚えとかないとダメですね。こういうところが甘いと思うから、だからこういうところもガンガンご指摘ください。もうマジでもうボロクソ言ってくれ。こういうところはね本当良くないと思う。ただおそらくねこっち最速だから上取ってると思うんだよね。あだよな、あそうだよ、よかった。まあ、種族値的には上を取ってるはずだとは思っていたが、やっぱこういうところね、やっぱりこのなんか自信がなかったせいでダイマックスターンを一撃無駄にしてるっていうのは、この甘え心の贅肉がポケモンマスターへの道を阻むんだよ。で、これでアーゴヨンのビーストブーストで素早さが上がっていって、でこれでまあ並大抵のポケモンでも抜くことができるようになくなり、まあ、例えばフェローチが最後に控えていたとしても大丈夫で、まあ、マリルリの先制技程度だったら、おっと色違いの金色マリルリ、この試合多分俺が勝つからそのマリルリ俺にくれよ。おっと、しかもなんかポケモントレーナーの方と服装がマッチしてていいね。でこれダイドラグーンをさっきマリルリで透かされたりしてたらなんかめんどくさかったな。まあいいや、これでもダイアシッド抜群なんで、
まあ変な持ち物持ってなければこれはもう一撃で貫通して勝ちだと思う。いやこれは気持ちよかったな。しかももうあの初めて、多分最初で最後だと思うけど、樹海院がすっげえ活躍した。うん、いや樹海院お疲れ。いやこれはかなり良かったんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、ということで、今回は実はあのプレゼント企画があるんですよ。あのこの俺の樹海院、これをあの1名にプレゼントしようかなと思ってます。まあ、ちょっとねその害悪的な戦術の方なんで、あんまりこう胸を張って世間に顔向けできるかというと、まあ、ちょっと微妙なところはあるんだけど、まあ、ただね、こう好きなポケモン、こうマイナーな好きなポケモンを活躍させられるこう道を探るっていうのは、ポケモンマスターを目指す者としての責務かなとも思うんで、まあ、ということで、この JT の樹海院使ってみたいっていう方はあのコメント欄で教えていただけると、1名にプレゼントしたいと思います。もしまあ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 間違いなく1人くらいしかコメントしてこないと思うんだけど、まあ、複数名いた場合は抽選で選ばせていただきます。ということで、ぜひ積極的に皆さんコメントしてください。ぜひこの樹海院を活躍させてあげてほしい。ご視聴ありがとうございました。コメントよろしく。